じゃあ今度4のステージリミックス4のね、はい、行ってみましょう。こっからいきなり中ボスから、しかもこいつ結構厄介な敵ですからね。結構強いんですよねこいつ。ある程度ちょっとなんつうのかな、タイミング合わせないと倒せない敵なんですよね。ダストマンステージや、さっきの中ボスはリングマンステージだったんですけどね。あ、そうか、売ってまうのか。あーやばい、スライディングが、そうか、スライディングしにくいから難しいんや、この 3DS 版はね。スライディングを連続でするのが難しいから、操作性悪いから、ちょっと難関かもしれん。そういう意味ではこの面、連続でスライディングするのが難しいからね、下ボタンが効きにくいんですよね、妙に。やばいな、ここで時間食うね、かなり。これ、あとあったっけ、まだブロック。あ、あるんや、まだブロック。これ倒って壊しとかなあかんな、ここも。これきついな、思ったより。こうやっていつもやらないんですけどね、もっとこうザーッといくんですよ、もっとスムーズにね。よし、いけた。よし、いけた、いけた。時間かかったなぁ。あれ？さっきゴール出てたと思うけど。消えてもうたね、ゴールが今。はい。あ、ここか。さっきもあったね、これ。さっきもっつか。この前の動画の、この前のね、動画っつか。割と前半のところで、はい、行きました。え、こっから始まるんかい？これ YD ステージですね。これだけでもこれで終わりなんや。あ、これも、これコサックステージですね。あ、アップンダウンで出てくるのか、ここ。はい。はい。はい、神曲ですね。ジャップあったけど取らんでもいいや。いや、もうこいつ無視、倒しにくい敵なんで。あれ、あー、ここコサックステージの最初のとこやね。しかもここ滑るからね、ここ滑るから結構難しいとこだったんですよね。難易度高いんですよね、思ったより。だから初めてやった時はめっちゃ手こずったステージでしたよ、ここはね。はい、ここもアップンダウン出てくるんですよね。ちょっとね、遅れて出てくるからね、いやらしいんですよ、それが。危ね。ちょっと待って。よし、行け、今や。よし。ここはね、もうあの武器というか、これ使うんですよね。ラッシュジェットね。はい、これでいけます。あ、これ、トードマンステージ。あ、やっぱここでね、ダメージ受けるんですよ、いつもね。
ロードマンステージのこれ最後のとこですね。一応難関なんですよ、ここね。トードマンステージでは一番難関のとこで。ここで頭を打ってやられやすいんですよね。はい、でもいけました。はい、今回ちょっと時間かかってるのは、ドリルマンステージですね、これね。何分になってたっけな、時間切れは。ダストマンステージで時間かかってましたからね、さっき。あ、いけたいけた。はい、まだあるんかい。あー、ここね。ここはあのあれですね、あのコサックステージ。あ、これはスカルマンステージですね。まだあるんかい。えらい長いな。あ、これはワイルドステージですね。ここちょっと怖いんですよね。危ね。ちょっと今ジャンプ足りないかなと思ったけど。はい。まだあるんかい。あ、こいつね。だいぶ前ステージですね。時間大丈夫かね。あ、しまった。あ、やばい、ヒットポイントない。あ、でもクリアできた。おお、8分45秒やから、あ、もうあと2分ちょっとで、だから時間切れになるとこだったよね。